はい、皆さんこんにちは。私はですね、ただいま、東京都世田谷区の千歳船橋駅から徒歩5分ぐらいのところにあるカルガモクリニックというところに来ております。本日ですね、2019年1月16日水曜日です。今回はですね、 HPV 9価のワクチン、ガーダシル9の2回目の接種になります。1ヶ月前に1度目の受診、1度目の接種をして、今回2回目です。で、次回はですね、4ヶ月後の、5月に、3回目の接種をすることになりました。ガーダシル9、確かね、私の年代ですと3回接種ということになっているので、次の4ヶ月後にようやく完了ということになります。一応まだね、このガーダシル9公認さ、日本だと未承認ですので、輸入している個人クリニックでないと接種できないんですけれど、それが今回世田谷 の、 カルガモクリニックということです。このカルガモクリニックさんですね、LINE であったり、待ち時間のが長い人のために Wi-Fi 開放もされたりしています。あとですね、クレジットカードでの支払いであったり、インターネットでの予約も、導入されてますので、なかなかね、結構先進的なところかなと思います。待合室も結構ね、人がたくさんいまして、今回も私もなんていうか、別室のような、こんな感じの別室で、待たせてもらってます。ワクチンを打って30分は院内にいなきゃいけないということなので、もうしばらく待ってますけど、この後、岡山の方に帰ろうと思います。左肩に接種したんですけど、特に前回ほど痛みは強くないなという印象です。今はもうほとんど痛み残っておりません。というわけで、今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。そして、カルガモクリニックの宮原先生も、どうもありがとうございました。また4ヶ月後お願いします。